はい、こんにちは、ジョニタウスの中です。本日も小川坂の試乗会の方からお届けしております。本日僕がご試乗する機種はこの小川坂の FC のワイド163cm、 スタンスの角度は30度の0度推奨でつけております。前回ですね、乗った FC に比べるとワイズウエスト幅がしっかりと出てくるので、よりロングターンであったりスピード域を上げたい方、あとは急斜面を滑ってドラグなんかを対策したい方にはこちらのワイドっていう方をお勧めさせていただきます。軽快なショートであったりポップ感などはもしかするとレギュラーの方が板を操作するっていう意味では非常に楽なんですが、よりさらにステップアップしてスピードを乗せていきたい、急斜面でも板がバタつかないようにしっかりとカーブしていきたいなっていう方にはこちらのワイドもお勧めさせていただきたいと思いますので、試乗の方のレビューの方からよかったらライディングのフィーリングですね、チェックしていただけたら嬉しいです。それでは小川坂の FC ワイド 163cm の方試乗していきます。FC の、63ワイドですね。非常にワイド感があるので大きいターンをした時の安定感なんかも見たり頼れるなって感覚がありました。ちょっと細かい操作などはですね、ウエスト幅があるので気持ちもっさりする感じはあるんですけども、ライディング自体は非常に気持ちよく板に頼れるっていう感覚を味わえると思うので、ロングターンが好きだなっていう方なんか今ワイドボードをお勧めしていきたいと思います。ではですね、このままもうちょっと滑ってライディングの方していきたいと思うのでチェックしてください。バFC ワイドですね。やっぱり FC ワイドになると先ほど試乗していた FC よりも剛性感とウエスト幅の太さがあるので頼れるっていう感覚が強くなります。トリックなんか打つにはですね、ちょっと重たいというかウエスト幅があるのでよっこいしょって感じが出てくるんですけども、ターンですね、に関してはしっかりとどしっとフロントバックと板を立てれる、その時の安定感かつ操作感が非常に気持ちいいです。ハイスピードや、ぐんぐんエクストームに滑りたいなって方には XCR とか FCS なんかもおすすめなんですけども、ゲレンデの方を気持ちよくクルージングしながらいいカービングしたいなっていう方にはこの FC 系ぜひご試乗いただいて、ワイドがいいのかレディキュラーサイズがいいのかその辺もよく分かんないなっていう方はお店の方にお問い合わせいただけたら、現在滑ってるですねライディングの動画なんかも見させていただきながら、ワイドがいいですよとかレギュラーの方が多分好きですよといったお話も、ご診断させていただきますので、よかったらお店の方にお問い合わせください。それではジョニタウスの中でした。